Ja, Freunde, da sind wir schon wieder. So, wir kommen zur nächsten Geschichte, so gesagt. Ja, eben gerade hatten wir gerade Ninja Samurai. Und jetzt kommen in the Ghetto, in the Security. Ja, Leute, wieder eine andere Geschichte. Hier geht's auch wieder um zur Rache. Ja, aber sonst sehr gut. So, wir machen weiter. Los geht's. Fortsetzen. Ab geht die Post.出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。綾子姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんたハルトじゃないんだからさ。さあほら行くよ。ハルト、あんたはもう一遍死んで生き返るんや。ケリオさん、俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いてあります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花輪を。ええ、まあ、一つ。Das hatten wir eigentlich schon gehabt hier. Genau, es gibt dann den Schlüssel. それは見てのどうぞ。まあ、ちょっと電ボルには一人でもし花。剣は。こいつを。あ、死んだな。Ja, genau. Da sind wir stehen geblieben. So, jetzt geht's wieder weiter. Ja, nein. Ja, hier ist nochmal die Katze.
すまない。赤目ってやつを探って。ああ、きょどんなやつだ。よし、聞くんやったら他のもんに聞く。なあ、赤目ってやつを知らないか。赤目さ、駐車場の方に歩いてったで。急い。どんなやつだ。行ったらすぐわかるわ。赤目ってやつを探してる。赤目三人だ。さあ。ああ、なんやだ。悪気はねえんだ。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ。なんや、あんた知らんのか。そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのに。なんも知らんあんたがもわし。Erai, grat, ek! Los, jetzt geht's auf die Klappe hier. じゃ、ラチが開かねえ。開かねえんとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄むんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸や。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな、そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやっとんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんだろ。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる。待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ。手下ってことでいいのか。うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会うたこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと。じゃあ花輪のことは。花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだがな。
うちはヤクザとちゃうで。だからって肩着とも言えなさそうだ。まそれはそうかもな。なんて呼んだらええ？本当に釣るのなら何も聞いてねえんだ。全然。うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ。もてなしって何のことだ？へえ。そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤虎持ってる人が何言うてんの。うん、まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。んー、かわいい目してんのになんでずっとグラさん。あんたはただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。Boah, coole Sau. Nicht schlecht, der Specht hier. So. Nee, warte mal, raus wollen wir nicht. Sate. Nandemo, ich bin hier.と今それ、まあとにかく今日はもうまるね。うゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。そん代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい、
そしたらな、上流。物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。どうする、上流。うちの仕事を手伝ってくれる。はよキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。わかった。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたっけ。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋さらっとるらしいよ。囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの。おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか。当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる。仲間は俺たち2人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流1人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。オッケー。ja, Freunde. So, jetzt noch mal schnell. Ja, genau. Speichern können wir. So.So, Leute, ja, die Geschichte geht natürlich weiter hier. So, und das war Folge 3. Demnächst machen wir Folge 4.
So, jetzt noch mal einen letzten Cut hier auf Twitch. Bis gleich.